1988年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第85回ワールドシリーズは10月15日から20日にかけて計古試合が開催された。その結果、ロサンゼルスドジャースがオークランドアスレチックスを4勝1敗で下し7年ぶり6回目の優勝を果たした。両チームの対戦は1974年以来14年ぶり2回目。 ドジャースの外野手、カーク・ギブソンは、両足の故障により試合出場どころか普通に歩くこともままならない状況だったものの、第一戦の1点を追う9回裏に、代打で登場すると逆転さよなら2点本塁打を放ち、足を引きずりながら、ベースを一周した。この場面は、というように、複数のメディアによって、シリーズ史に残る劇的な場面と評価されている。 シリーズ MVP には、第2戦と第5戦の2度の先発登板でいずれも関東勝利を上げ、2勝0敗、防御率1.00という成績を残したドジャースのオーレル・ハーシュ・ファイザーが選出された。1988年のワールドシリーズは10月15日に開幕し、途中に同秒を挟んで6日間で5試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち。 アレハンドロペーニャハイ、デニス・エカーズ・リー・ボン、奥、ホセ、カンセ、コ、イチコ、マン・ルイ・ラット、ミッキー・ハッチャー1号2ラン、カーク・ギブソン1号2ラン、審判、球審、ダグ・ハーベイ、累審、1類、ダーウッド・メリル、2類、ブルース・フローミング、3類、デリル、カズンズ、ソトシン、左翼、ジェリー・クロフォード、右翼、ラリー・マッコイ試合時間、3時間4分観客、 五五万千九百八十三人、詳細、b a s e b a l l r e f e r e n c c コムマサルオーレルハーシュハイザーハイ、ストーム、デイビスボン、ラット、マイクマーシャル一号3乱審判、9審、ダーウッドメリル、類審、一類、ブルースフローミング、二類、デリルカズンズ、三類、ジェリー・クロフォード、ソトシン、左翼、ラリー・マッコイ、右翼、 ダグハーベージアイ時間、2時間30分観客、56,051人、詳細、basebal-referenc.com l マサル、リックハニカットハイ、j ハウエルホン、オーク、マーク・マグワイア1号ソロ審判、急進ブルース・フローミング、累進1類、デリル・カズンズ、2類、ジェリー・クロフォード、3類、ラリー・マッコイ、ソトシン、左翼、 ラクハーベイ、右翼、ダーウッドメリル試合時間、3時間21分観客、4万9316人、詳細、baseballdashreference.commasar, ティムベルチャーハ、デーブスチュワート S、ジェイハウエルシーパン、キ9シン、デリル、カズンズ、ルイシン、イチルイ、チェリー・クロフォード、ニルイ、ラリー・マッコイ、サンルイ、ラクハーベイ、ソトシン、 左翼、ダウッドメリル、右翼、ブルースフローミング試合時間、3時間5分間客、4万9317人、詳細、b a S、e. b b l l r e f e r e n c e ッコムマサル、オーレルハーシュハイザーハイ、スポーム、テービス、ポン、ラット、ミッキー・ハッチャー、ニコーニラン、マイク・テービス、イチコーニラン、審判、急審、ジェリー・クルフォード、 累進一類、ラリー・マッコイ、二類、ダグ・ハーベイ、三類、ダーウッド・メリル、ソトシン、左翼、ブルース・フローミング、右翼、デリル・カズンズ・ジア時間、2時間51分観客、49,317人、詳細、basebalwreference.com、ありがとうございます。